はい、ヘアカラーのリタッチ問題ねね先生毎毎度毎度、ね、確かに全体染めた方が仕上がりがいいですねそれは仕上がりよねただ傷むからってなるけどでもおしゃれっていうのは傷むの前提で染めるわけだからねうちのお客様が職場でやっぱり白髪染めの話とかまあするらしいんだけどやっぱり人の後ろ姿を見てね「もうじき白髪染め行かなくちゃ」っていう人は 後姿バサバサしてる艶がないで色もちょっと抜けてるそれが美容室行って帰ってくると綺麗に毛先まで染まってるって言うんでねちょっと長さ聞くのはそれだけど年代的に40歳50歳代ぐらいだと思うんだよねだから短いショートにはしてないよねパーマーもおそらくかけてないんじゃないかなだから後ろ姿が綺麗になってくるってことは全体染めてるってことだよね。 そういう話を聞くと多少痛んでも綺麗な方がいいよね美容室行ってきて「中間毛先染めてなくて痛むから染めてくんないの?」とか言ってバサバサちょっと色が抜けてるなんか全体に染めた方がしっとりしてるじゃないけどつるっとしてるというかババサバサ感もなんか落ち着いいてるみたいなこと言うんだよね人の後ろ姿はまあに見えると思うけどやっぱ綺麗なの見たら多少痛んでも綺麗な方がいいよね。で そういうところで働いてるとじゃあ自分の頭は染めてくんなかったけどどうなのってねやっぱ綺麗な方がいいよねそうやっぱりお客さんかわいそうだから多少傷んでも全部染めた方が綺麗だよねうちのお店のお客様がそういうね集団に入った時負けたらかわいそうだよねやっぱり綺麗でいてもらいたいよね逆に「どこで染めたの?」って言われるぐらい綺麗にしてた方が傷んでもいいからその方が商品価値あるよね。 逆に女の先生の方が全部塗った方が綺麗だわよっつって塗っちゃうんじゃないそんな痛まないわよって逆に自分で染めてる、ね、女の先生だと染めると34週間手触りがいいの分かってるから染めた方がいいわよっつんで何にも考えないでベタ塗りしちゃうつの6%に作ったやつあの安いケズマや知らないよどうだがで逆に男性の経営者なんかの方は材料がもったいねえからリタッチでいいよ痛むからとかね。 カラー成分の中に色素トリートメント配合されているからまツ、あ、ヤが良くなると滑りも良くなるとだからこのヘアカラー剤っていうのは中に染み込むんじゃなくて表面にもひっついてるその表面についてるやつがツヤとか手触り表面についてる部分がツルツルしてるじゃないけどうんちょっと科学的にどうこう言っても分かるもんじゃないからねそれはもううまく作られてんだよそれしか言えない昔は全体塗ると損傷が進む うん、確かに家庭用のなんか溶けるよね。全体に塗りたくなくてもついちゃって毛先がね。うん、私の場合毛先が抜けすぎている場合色味を変える場合以外は基本リタッチですね。まあ、基本リタッチなんだよ。そういうふうに教わってきたんだよ我々はね。だけど今の若い、ね、女の美容師さんだとあんまり頭使いたくねえから全体塗りして結果それが綺麗に染まってるっつのだそ,ういうそういう方に負けてるっつの おっさんの仕事垂れ <laughs> 染めの赤系なんつったら1ヶ月で大体赤つ抜けちゃうから毎回毎回赤だのピンク系だの毎回毎回毛先まで染めるようじゃないまあイルミナなんか20分ぐらいだとやっぱり色落ちが早いからよ40分50分ぐらい平気でうちゃうかんねうちはねそれでやっぱり1ヶ月ぐらい赤が持つっつうのピンクも持つっつうのちょっと時代は変わってきたかなこの毛染めに関するあの白髪染めのリタッチ問題ね やっぱ退色は絶対するわけだからでアルーリアの白髪染めで染めてパーマかけてねちょっと長めの方おばちゃんだねもう80とっこえてるような髪質の方傷むかったらそれほど傷まないもんね商売やってっから2ヶ月おきにかけて毎月染めてんだけど毛先が溶けちまうようになってことはないよね、まあ。ブローしないでその人は巻いてっけどねよくうちの動画に出てくる人だけどね大したことないんだよ損傷が。 あーまあ皆さんどう考えるかねはいお疲れ様でした。